小戸よしは、超小型衛星戦略研究センターと、次世代宇宙システム技術研究組合で構成される、超小型衛星センターをトップに、各大学、企業、衛星利用コミュニティとで構成される、超小型衛星最先端プロジェクトによって、開発された一連の超小型人工衛星である。2010年に、内閣府の最先端研究開発支援プログラムに、 採択された日本初の程良し信頼性工学を取り入れた超小型衛星による新しい宇宙開発利用パラダイムの構築に基づいてプロジェクトが発足2010年4月から2014年3月までの研究期間に4機の超小型衛星が開発され2019年1月までにすべて打ち上げられた東京大学からの研究委託を受けた ネストラが中心となって株式会社アクセルスペースの協力のもと超小型衛星センターとアクセルスペースに2014年11月6日にロシアのオレンブルク州ヤースヌイ宇宙基地からドニエプルで a s n r の相乗りで東京工業大学と東京理科大学のツバメ、九州大学のクサート EOS、大道大学と名古屋大学のチャビュゼットと共に打ち上げられた。東北大学を中心に 北海道大学、京都大学多関連機関と協力して開発された。当初2013年とされた打ち上げ予定から遅れていたが、2019年1月18日に JAXA の革新的衛星技術実証プログラム1号機に搭載され、イプシロンロケット4号機で内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられた。この打ち上げでは、7つの部品、 機器を積んだ小型実証衛星1号機と3機の超小型衛星4機のキューブサットが同時に打ち上げられている。東京大学とその研究委託を受けたネストラによって開発された。2014年6月20日にヤースヌ宇宙基地からドニーエプルロケットでほどよし4号と共に打ち上げられた。東京大学とその研究委託を受けたネストラによって開発された。 2014年6月20日に、ヤースヌ宇宙基地から、ドニーエプルロケットでほど良し3号と共に打ち上げられた。3号機との共通バスを利用し、大きさは50、50、68センチメートル、重さが64キログラムで、合計15センチメートルの反射望遠鏡を搭載する6メートルクラスの地上分解能を実現する。機器搭載スペースに公募採択された機器に2台の、 シングルボードコンピュータラズベリーパイとカメラモジュールが搭載された。ネストラによって開発された民製品を活用した溶液体リチウム二次電池の電力を使用する MIPS というイームエンジンを備える。ありがとうございます。